えー、ハンターハンターにて言訳をやらせていただいておりますハ恵メと申します、えー、本日は本当にお越しいただきありがとうございます見ていただいた後ということで思う存分に思いの丈と内容をここで、えー、ぶちまけたいと思います <laughs> キルアの声を担当しています伊勢マリアです、えー、やっと完成披露したということで劇場版第2弾が無事に完成して皆さんの元にま届いたということですごくもう 感無量です。胸がいっぱいです。クールでイケメンな声をやらさせていただきました。<laughs> 非常に自分に近い役だったんで、やりやすかったです。あ、ご自分に近い。皆さん。どうも。キャリーの浜のちです。よろしくお願いします。今、誰もが突っ込みをしたかった瞬間ですよ。<笑><笑> こんなに熱気がすごいと思わなかったんです僕もたまにこういうね挨拶みたいなのするんですけどわーってなってます。何にわーってなってたのかっていうよろしくお願いします山本瑞希ですあの私もともと原作のファンだったので普通に劇場版第一弾も 普通に劇場に行って見ていて <laughs> まさか自分が呼ばれると思ってなかったのでもう本当に皆さんと一緒にただのハンター「ハンターハンター」のファンなんですよだから本当にこの並びで立ってるのがおこがましいっていうか <laughs> もう見てくださったということですごい緊張してます <laughs> いやもう本当にまさかこんな年内に2本そして年内にこう2回大スクリーンを落として皆さんにお会いできるのが本当に嬉しくてあのなんて言うんでしょうやっぱりこう作品を。 こう声を吹き込ませていただいている手前、こう、やっぱりなかなか皆さんにこうしてお会いできる機会っていうのがないんですよね。イベントとかこう公開しないと。なので、本当にそれが。 本本当に本当にに嬉しくてでやっぱりこの劇場版を今見ていただいたので分かると思うんですけど今回はこうハンター教会の表と裏だったり人の内,内面の感情の光と影っていうのがやっぱりテーマになっているんですけどもやっぱりこう私たちが今こうライトを浴びて影ができているように本当にあの。 本当に光と影って逆の言葉ではあるんですけどどちらが本当に欠けても成り立つことのできないものなんだっていうのを日常的にもやっぱり私たちには感じられることってこの作品にたくさん詰まっていたと思うんですね。うん、なのでまたこう何て言うんでしょうねよりもっと何度でもこう演じていただいた、えっと、修羅と、はい、そして煉獄。はい の視点からも楽しんでいただけると思うので本当に何度でも足を運んでいただきたいなと思ってます。 あの今回劇場版第2弾オリジナルストーリーということで、はい、やっぱり皆さんも一体どんなお話ストーリーになるんだろうって私たちもあの出演者側もう、ね、どんなどこのお話になるんです,すごく楽しみにしていたんですね。はい、であの天空闘技場っていうフィールドにまたこう戻ってきてあのウィングさんだったりビスケだったりそういう図子だったり懐かしの面々とさらにその新たな敵たちとのこうバトルシーンだったりいろんな見どころが本当にたくさんあるんですけれども。 やっぱりこう劇場版ならではのあの迫力あるシーン。あのバトルシーンとあと音がすごく今回あの何て言うんでしょう。劇場ならではのサウンドっていうかすごくそうだったんですか。そうなんですよ。今回、あの皆さんお気づきの方もいらっしゃる。かも もしれないんですけど、はいそ。そうだったんですか。<laughs> そうなんですよ。<laughs> そうだったでしょ天空闘技場もね、はい、あの中の終始すごいね。はい、そう本当に。のうん、奥行きとかもね、すごかったですよね。こがやっぱりすごく、なんか。あの音響チームとしても、サウンドにすごくこだわったっていう、お話を聞いているので。やっぱりこれは、テレビ。 ではなく劇場で見てもらいたいなって思うので、是非、はい、とも何度もはい。見に来ていただけたらなと思います。はい、今回直談判されたって聞いたんですけれども <laughs>、あの前作の映画をあの紹介させていただく番組をさせていただいておりまして、はい、その時にあの関係閣位の方がいまして、僕も出たいなっていうことをですね。このようなあの？ ちょっとしっとりとしたトーンでお願いしたところ、はい、まあ大体こういう世界ってそうやってお願いするとあ <laughs> そういう機会がありましたらみたいな感じになっちゃうんですけど、はい、今回はですねってやらせていただけると初めはほんとちょい役の感じだったんですけども、はい、じゃあせっかくということなのでということでこの「修羅」という役を、はい、でまずそのイメージの写真をいただきまして、はい、あっこれならできると。<laughs> これは僕をモデルにした役ですかと。<laughs> えとそちらどうなんでしょうかもざわつきましたけどマジかこれやるのかということで,うで監督からですねちょっとあの痩せた声を出してほしいと天野さん、は普段は重低音だと、はい、普段のイケメンの声は、ね、やっぱりなんかちょっとがっちりした声だと。はい だそれじゃなくてちょっと線の細い声をやってほしいということで依頼を受けてててて頑張らさせせいいたただいて決しし自分はは痩せる努力はしなかっ声優さんっていう職業がもう私あの本当神の存在だと思っていたのでただの本当にファン <laughs> 一ファンだったのでもうまさかその世界に私が入れると思っていなくて。 あのまずその絵が全然できてない状態で声を入れるっていうことも初めて知りましたしあのすごく広い空間で一人でアフレコしたんですけどとっても孤独でもうスタッフさんがどういう反応してるかもわからないので <laughs> 最初スタッフさんの画面に向いて声れ入っていいいう感覚が、えー、あのいつも対人とお芝居をしているので、うん ね、全くの一人でっていう状態は初めてだったのですごく新鮮で緊張しました今までもねそういう能力的な戦いみたいな漫画いっぱいあったんですけど、はい、その能力のね相性というかね伏線具合とかもね、うん、相当うまいねあの他のレベルじゃないね例えば「はい、火と水の戦い」とかさそういうこともよくあるんだけど、はいはい、そういうレベルじゃないところがまずすごいのと。はい なんだろう、ね、今ちょうどキメラアント編っていうのがねやってるんですけどすげえ強いやつが最終的に将棋みたいな軍技で戦うみたいなそこのね気にあの盤上に宇宙があるみたいなのの世界観描いたりとかねあの先生がだから興味富樫先生がね興味ある世界が。 大人の人も魅了するような世界だからそこら辺がまたね子供ももちろん友情とかそういったね部分も描かれてるんですけど大人が読んでも楽しめるっていうところがやっぱり大きいんじゃないでしょうかねなるほど、ええ、ありがとうございます大人が読んでも楽しめる、うん、そして子供から読んでいたので子供からこう今大人になった こういつ読んでもいつの年代読んでもいろんな楽しみ方ができて逆にこうなんて言うんでしょう小学校の時はキャラクターかっこいいっていう目線から今となっては「ハンターハンター」ターって人生で大切なことを教えてくれてるんだなっていう本当になんて言うんでしょうこの世の断りをこう漫画にしたようなものなのでだから本当に奥深いし。 あの本当に人生を変えてもらった作品だなって、私もハンターハンターに人生を変えさせてもらった一人なので、はい、今こうやってキルワの横に。 これで立ってるのが本当不思議な <laughs> <laughs> 不思議な気持ちで10年前に本当小学生中学生の時にもう漫画が大好きで似てる似て,似てる <laughs> <笑><笑>どうしようこれはこれをいいいやでも本当になんかあ,いいあのー、なんて言うんでしょう。 こう例えばば人生っって楽しいいいことかかりじゃないじゃゃななですかたまに辛いこととか悩みとかもあったりするしだけどそんな時に「ハンター×ハンター」を読んだりこうキャラクターが言ってたセリフとかああんかこういう意味だったのかなって思い返す瞬間がいっぱいあってそれにすごい救われて今があったりするのでなんか私にとってのこう人生 何哲学書じゃないんですけど人生の書みたいな「ハンターハンター」は本当にいっぱいたくさんのことを教わって学ばせてもらってます。それはもちろん 皆さんの心ですっっっっててていいううののがあもやぱり心 T シャツっていうのもこのお話では重要なネテロ会長が本気の時に着る「心 T シャツ」っていうのがあるんですけどもこの時期ということでやっぱりクリスマスに映画を見に行ったりとかやっぱり年末に映画見に行く方もきっと多いと思うのでやっぱりそのタイミングでこの劇場版があるっていうことはより多くの方に「ハンターハンター」を知ってもらえる機会だなと思っていて。 だからこのゴンたちの戦いを見てやっぱりこう皆さんの心をこれをハンターハンター見るのが初めてっていう人にも心をハントできるように皆さんの心をハントしたいということでよろしくお願いします <laughs> ありがとうございます <laughs> 決めポーズもいただきました <laughs> ありがとうございます <laughs>、ね、この後に答えるのが難しいんですけど優等生の答え,ねえ <laughs> そだった、ね、どうしましょうかね <laughs>、えー、これで具体的にね物答えたらちょっとね <laughs> <laughs> いやでもいいんじゃないですかそういうのもねもちろんのあれは自由でもそうですよ。こういったら送られてくる可能性もありますから。そうですよそうですよ今の時代をいっぱいカメラあるし何でもなせてアメリカの YouTube もあったよそういうあの本気で言っていいですか。はいもうもちろんプレゼントじゃないんですけど劇場版第二弾が大ヒットしてほしいはいまマジで本当に本気で。 本当にそれはもうサンタさんに、サンタさん、サンタさんあ、皆さんがサンタさんだ<ー>。そう皆さんが私にとってのサンタさんです。<laughs> <laughs> ぜひ私の願いを叶えてください。お願いしますね。ねこの流れ、難しい <laughs> なかなか、ごめん難しい流れにはなってるんですけれども。ヒット気がするね。 じゃあもう自分勝手に言っていいですかまあいいんじゃないですか。そっちのも僕も助かります。<laughs> <laughs> そうですね。卒業単位が欲しい <laughs> それは切実な大。大学生なんですね。はいはい、大学生です。四 <laughs> 年生です。嫁。<laughs> 以上です。以上ですか、はい。具体的な何かあります具体的に。はい、具体的にそう、ね、くの機会ですから。まあお仕事は女性アナウンサーがいいですけどね。<laughs> 嘘です。<laughs> 具体的にっていうからいや全然あのほんとえーえー、そうですねそろそろ欲しいなと思っておりますけどもね、えー、いろんな形で本当に皆さんにお会いしたいなっていうのが一つあるのであのなんていうんでしょうそれとともにやっぱり感謝もお返しできる年にしたいなっていうのがまずあってやっぱりこう劇場版でもありましたけど、はい、なんかこう。 表とと裏、光と影、ずっと言ってきている言葉があるんですけどもやっぱりこう自分と対する相手がいるからこそ今この空間でさえもそれが成り立っていると思うんですよねだからそれを本当に全身全霊で来年も引き続きあの伝えていけたらなと思うのでハンター試験をみんなでやりたい <laughs> ハンター試験 <laughs> みんなで やりたくないですか？やってみたいよね。結構過酷だよあれ。本当に命がけというかハンターハンターが好きな人たちと一緒にふ振り返る。やっぱり俺トンパみたいな感じ。やめてください。解毒剤のチャンスとかやめてください。すげえ裏側とか考えちゃうね。あのズルしたり。なのでいろいろこう皆さんに会える機会としてハンター試験もやりたいなって思ってます。はい。私も一つ夢があってハンターハンターに関して。でもそれはなんか言うと。 叶わなくななりそうなので心に秘めておきまますすなので来年頑張り2013年はすごくいろんなことを経験させてもらって今回の声優にしてもそれを次2014年は生かしてあと卒業して、ね、卒業するので自立した社会人あのちゃんとした大人になりたいなと思ってます。はいはい どんな女性、どんな大人を目指されますか。どんななんかちゃんと空気の読める。<laughs> <laughs> 大人イコール空気が読める。<laughs> その気が効く女性になれたらいいなって思います。うん、えー、2014年目標結婚。そうそうです。です<笑>失笑が起きた。<laughs> 来ててくれてありがとうな冬休み友達を誘って劇場に会いに来てくれよなおしっみんな今日は本当に来てくれてありがとう今回は念に対する恩を使うジェドシュラ煉獄ガキと本当に競合ばかりなんだだけどキルアがいるから仲間がいるからどんな相手とでも分かり合える気がするみんな劇場でいつでも待ってるよ 皆さんこんにちは、えー、ゴンフリックス役のハンめぐみです、えー、本日はですね本当に朝早くからあのー、皆さんにお越しいただき本当にありがとうございます、えー、キルアの声をやらせていただいております伊勢まりアです、えー、ついに 劇場版第2弾公開日ということで初日にお越しくださり本当にありがとうございますどうも、えー、ひそかをやらせていただいております奈美川でございます、えー、ね、朝早くからそして初日からみんな暑くてゾクゾクしてきたよ図志、えー、役のありがとうございます寺崎由香です、えー、昨日は雨降ってたんですけど今日どうなるかなと思ってたら すっかり晴れてこれもハンターのパワーかななんて思っております <laughs> いやーもうこうやって皆さんにお会いできることがもう本当に皆さんのおかげだなってしみじみ感じていてなんか 本当にいつもこうアフレコしていると皆さんにお会いできる機会っていうのが限られてくるのでなんて言うんでしょうね本当に来てくれた皆さんそしてねきっとこの劇場以外にもたくさんの人がきっと劇場に足を運んでくださっているのかなと思うと本当に感謝の気持ちでいっぱいです。いいやもう本当にに嬉しいの一言に 限りますすねあの感慨深いですテレビシリーズをこう2年約2年やらせていただいて今年2013年の1月には劇場版第1弾が公開されまさか同じ年の12月に劇場版第2弾をやらせていただけるとは本当に夢にも思っていなかったのであの嬉しい限りですこれも皆さんが「ハンター×ハンター」を応援してくださってるおかげだなと思います。今回の劇場版でゴン・キルア 図志を演じられているお三方に対して大人になったなと感じられることはありますか、はい、質問の系統が急に違くないですか <laughs> ちょっと大人な質問でなるほどなるほど、はい、そういうことですかこのお三方を見てということですか、はいですね、大人になったなって思うことですか,か,ですか順番待ちされてますよ <laughs> まあそうですね最初の方から一緒にやらせてもらっていや本当にこんなに大きくなるとは僕も思いませんでした <laughs> ど,<え>どこ身長とかもう背もずいぶん大きくてあ<ー>出会った時はこんな <laughs> 本当にこんなちっちゃくて。 今やもうこんなに立派に育って、はいはい、いや本当に人って素晴らしいなっていうのを感じた2年でした <laughs> はいなんだかお父さんみたいなはい、はい、そうですねはい、なんか聞きたいこと,ととか違う答えが返ってきたような気が、はい、そうですそうですそうな,なんか身長が大きくなっただけはすごくわかりましたはい、はい、なんかいつも本当密かってみんなのなんか実は遠くで一歩引いてみてるお兄さんみたいな感じなんですけど、うん、今日初めて並川さんお父さんのような存在だって <laughs> そうですね認識しちゃいました、はい、<laughs> 僕も成長したということではい ありがたいお言葉いただきました素敵な娘が三人もはいいらっしゃいます、ねはい、どうぞい <laughs> よろしくお願いいたします <laughs> 本当に、はい、お願いします、ね、ありがとうございますなんて言うんでしょうね今回もやっぱりハンターハンターの世界観にあるやっぱりこう正義と悪どちらでもないどちらも正義なんじゃないかなっていうテーマが本当にこうなんて言うんでしょう最初から最後まで通されているんですけれども あの本当にゴンたちの目線からももちろんなんですけれども今回のゴンたちと対峙するジェイドだったり煉獄修羅ガキの皆さんのこうそちら側からの視,線もすご視点もすごく見ていた,いただきたいポイントだなと思います。あのやっぱりあとバトルシーンもねすごく迫力があってこう1回だけではこうなんだろう全てを見尽くすのに足りないだからもう1回見てほしいっていうのがすごくありますね。あとなんて ってううんでしょうねなんか今回念に対する恩っていう力が出てくるは出てくるんですけどそれって本当にハンターハンンタターーの世界観だけじゃないと思うんですねこう皆さんが普段何かしたいこうしたい誰かのためにこうしたいっていう念じることもやっぱり念だと思うしこうやっぱり喧嘩しちゃって怒ったりこう悲しいことがあったりっていう時にもうやっぱり恩の力って 普通にこう、誰にでも感じ得る感情だと思うんですよ。そういったあたりも、やっぱりこう作品としてだけでなく、日常に近づけても見ていただきたいと思います。いや、見どころはもうあの前編に散りばめられていると思うので、ここっていうのをすごく決めるの難しいんですけど、はい、やっぱり私としては今回、劇場版第二弾オリジナルストーリーということで、どこが舞台になるんだろうって、すごく楽しみにしていたんですね。で、それが天空闘技場。あの、やっぱりゴンと。 キルアが念を覚えた場所で一緒に逗子だったり念の師匠ウィングさんと共に修行した場ですごくテレビシリーズのアフレコもなんか本当に修行をしてるようなな,なんて言うんだろう,うん,、うん、なんか原点回帰にもなったよね、うん、なんかこう修行していた場所に帰れるっていうだからアフレコをしてる時からなんかこう本当に楽しくて純粋になのでまた劇場版でそこに帰ってこれるでまた仲間たちに会えるっていうのが 純粋に嬉しくてまたそれを一緒に劇場版をフレコしてる時も楽しくてなのでやっぱりそのあの今までテレビシリーズで出てきたキャラクターがまた出てくるっていうところも見どころですしテレビシリーズではまだ見られていないあの例えばネテロ会長の百式観音これはまあやっぱり劇場版のこの大スクリーンで見るとより迫力があると思いますしあとパリストンが出てきているあのシーンがあるんですけどそこも結構 劇場版ななならではなのかなと思ったりあとストーリーとしてもやっぱジェドとネテロ会長の本当だったらゴンとキルワになり得る関係だったかもしれない一緒にエリートハンターとしてハンター協会を支えていく存在だったのがやっぱりこう一歩違えれば,違えればジェドはハンター協会の闇の部分を背負ってっていうなのでちょっと切ないお話ではあるんですけど、はい、すごく深いなと思いますね。 あのまあ個人的にあのひそか役のトランプがいっぱい出てきたと思うんですけどもトランプが最後の意味が「ロイヤル・ストレート・フラッシュ」と「フォーカード」でジョーカーが1枚入ってるっていうのがあったんですけどもあのその意味っていうのはどういうことかっていうのとかをもう一度なんか見ていただいて確認していただきたいなっていうのとあとなんかこれちょっと聞いたんですけどもあのピッてピッてカードが飛んできて見えてた数字と。 次のカットが数字が違うっていうねこれは記述し、うん、ひそかならではの記述それか単なるミスかどっちか <laughs> いや前者であってほしいあってほしい前者であってほしい,しいそういう時便利だね <laughs> ひそかだからって言えるからねそうひそかだから便利ですね<ー>皆さんも使ってみてくださいそうそう、ね、スタッフの方もピリピリしてると思いますけども余計なこと言いやがてっていうのはあるかもしれませんけれども <laughs>、えー、そういうのとかですねあと音に非常に今回こだわってるってあの劇場で見るとよりわかると思うんですけどもあのいきなり 無音になった部分とかもあったと思うんですけど、非常にあの盛り上げるその音楽であったりもそうですけど、その辺がですね、あのこだわりを見せているというスタッフのお言葉をいただきましたので、えー、ちょっと今媚び言っとこうかなと思いました。<laughs> それ辺が見所だと思います。見所というか、はい、私の好きなシーンとかでも、はい、ぜひぜひお願いします。<laughs> いやあのアフレコの時にすごい印象的だったのが、こうゴンが 恩という力に対してどう,こう仲間を助けるためにする行動というものに対してあのマリアとハンちゃんがすごくゴンの行動が意外だったっていうのをアフルコの時に話していたのが私の中ですごく印象的でなのでその恩に対してゴンがどう立ち向かっていくのかっていうシーンがやっぱすごく好きで2人が意外だったように切るあの「戻ってこい!」っていうセリフだったりとか。 <laughs> ボンの苦しみながらも仲間を一生懸命助けようとする姿だったりとかもう実際アフレコの時もそのシーンとかすごい二人ともこだわってあの監督さんが OK 出してももう一度やらせてくださいみたいな感じでまあブースに二人残って最後の最後まで戦ってたんですけどもそのアフレコ終わった後も二人ともすごい泣いてて <laughs> あ,あその頑張った証なんだなっていうのをすごく伝わってきたのでもう一度あの最後のシーンを。 見て、てて魂を感じほしいいなって思います私はあの厨、ー、子の役が決まる前からもうテレビシリーズはオンエア始まってたので、まあ、1話から「ハンターハンター」見てたんですけど、はい、初めて「アフレッコ」に参加させてもらってあのー、みんながマイクの前でお芝居をしてるのを見て「うん、やっべ本物だ」って思って<ー>。<laughs> やってこれ超たいてまみたいな結構僕年の差があるんですけども皆さんとまさかまあ,まあ23歳の差なんですけどもこの「判断団とっていうのはよくあの収録終わった後とか皆さんでご飯を食べに行ったりですねちょっとこうなんか飲みに行ったりとかするんですけども大体あの帰り際僕 あんまり記憶がないんですね <laughs> <あら> <laughs> なのでちゃんとお金を払ったかどうかとか,かその辺がですねいつも気になってたんですけども実際のところはいつもそうやって皆さんでアフレコ終わった後ご飯に行くんですけど、はい、全部ささんが払っっててくださっていますよそうかだからカードのあれが引きがすごいんですよハンターでレギュラーやってる時に。なるほどそうだったのか。<laughs> 普段、はい ハンターのアフレコ現場に行くとやっぱり心からキルアになってしまうというかもうキルアの気分で朝起きてキルアの気分で電車に乗ってキルアの気分でおはようございますってスタジオに入るのでやっぱりスタジオにいてもなんかどっかであのし、ー、に構えてるっていうかちょっとやっぱ生意気度がより増してしまうんです,かりますうるさい。 事務所の先輩後輩ですからね。たまに心の中で先輩やぞって俺はずっと裏で思って。<laughs> でも普段ねなんて呼んでるか知ってる伊勢先生って呼んでるからね飲み込ん。あんまり暴露するのやめてます。する <laughs> <laughs>、ね、と問題がね。<laughs> そうなのであのでもあのなかなかやっぱそういうキャラなんていうのかないると普段言えないことがあってものすごくみんなの存在に支えられてるというか。 感謝してますありがとうあありりががととううございます」最後は敬語にな役の関係性だったりこう現場で「お疲れ様でしたありがとうございました」っていうもののこう素直に伝えられてなかったなというかこうなんだろう照れくさくて恥ずかしくてやっぱり言えないことがあって本当にこう今まで一緒に歩んできてくださって <laughs> 本当に。 ありがとうございます、本当に、本当に、ゴンにもキルアにも、えっとこの今、劇場に足を運んでくださってる皆さんにも、本当にありがとうございます、あと、これからも作品も続いていくし、アニメもね、まだまだ続いていくし、出番もあるので。<laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs> <laughs> 本当にこれからもよろしくお願いします。 あの本当に今流れていたゆずさんの表裏一体のように表と裏光と影本当に相反する意味の言葉が、えー、本当はどちらも欠かすことができないどちらが欠けても成り立つことができないんだよっていうのを本当に劇場版を通して伝えてくださっています。えー、こここうううやってての空間にに私ががいい皆さんがいるようにこう 自分に対する相手っていうのもまた対義語ですけれどもあの本当に欠かすことのできない大切な存在ですそういうのまたね劇場にもう一度あのお越しいただいてこう大切な人と絆を確かめ合っていただければなと思います本日は本当にありがとうございましたそして今後とも「ハンター×ハンター」をよろしくお願いいたします